ライオンズファンの皆様お待たせしました。ヒーローインタビュー、まずは3安打炭谷選手です。いや、炭谷さん、シーズン最終戦を3本のヒットで締めくくりました。よかったです。はい、勝った方が2位というこの最終戦、独特な雰囲気あったんじゃないですか。そうですね、ここ最近ずっと、僅差で勝ってきたんで、負ける気しませんでした。炭谷さん、チームは8連勝でフィニッシュです。ありがとうございます。この8連勝中、負けなかった10日間、まあ、いろいろ肉体的にも精神的にもきつかったところがあると思うんですけれども。いや、もうファンの皆さんの声援のおかげだと思ってます。そして今日も大声援、そんな中見事2位を決めました。ありがとうございます。さあ、炭谷さん、週末12日からクライマックスシリーズファーストステージ、ここ西武ドームでスタートします。クライマックスに向けてファンの皆さんに熱いメッセージください。絶対勝つんで、今日以上の声援お願いします。見事3安打猛打賞、炭谷選手でした。さあ、もう一方3安打の選手お迎えしましょう。浅村英人選手です。浅村さん、大事な試合の中、先制のチャンスでまずバッターボックス巡ってきました。あの先制のホームランから振り返ってください。そうですね、是が非でもこのチャンスをものにしたいと思って打席に入ったんで、打ててよかったです。インコース膝元、かなり難しい球に見えましたが。そうですね、まあ自然に体が反応しました。それが27号のホームラン、そしてその後は片岡選手、栗山選手のタイムリーの後、打席が回るあのタイムリーヒットが出ました。あれはまあ前の打者が栗山さん、片岡さんが楽に打たせてくれたんで、はい、よかったです。浅村さん、シーズン最終戦、今夜3打点をマークして、これで今シーズンの打点が110です。はい、ありがとうございます。どうですか、この110という数字は。そうですね、自分の力だけじゃないと思うんで、はい、前の打者がチャンスを作ってくれて、そういう立場でやらせてもらってるんで、自分の力だけじゃないなと思います。さあ、浅野さん、次はクライマックスシリーズファーストステージが待ってます。12日からの戦い、ライオンズファンにメッセージください。そうですね、今日よりもっと熱い声援をよろしくお願いします。見事3安打3打点、浅村選手でした。今日のヒーローインタビューは炭谷、そして浅村、この2人、打のヒーロー2人でした。改めて今スタンドにも今日の勝利投手高橋というアナウンスがありました。まあ、高橋投手の初勝利の弁というのも聞きたいところではありますが、今日はとりあえずヒーローインタビューは打の2人ということで締めくくってもらいました。